口元にゴキブリがつくついてほくろだっつうの本当につく。もう。もうイラつく。でしょ？いや、キョンシーじゃないっつうの。もういい加減にして手が動かない。ちょっと待ってよ。全部終わってからにしてそういうの。な、こういうのティッシュオフすればいいねん。ね、ブスだって可愛くなれんだから。ね、やり方次第ならね、使う道具とか技法によってね、ブスだって綺麗になれんだから。ね、ちょいブスが皮ブスになるんだよ。知らねえんだろ、それ。なあ。知らねえんだな、その技法が。私はテクニックあんでね、ブスでも。やっぱりね、お仕事は緊張するんですよね。これお粉ポンポンポンって塗っていくからね、こうね。これキャンメイクのね、キャンメイクマジックですよ、これ。そうすると肌にツヤが出てくるんですよ、ほら。おぉ？どうですか？ね、こうくる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 っとね、お磨きをしてあげると。なにこれ、びっくり。もう失敗した。最初に戻りたいって感じ。もう最初にちょっとかなり失敗してる。こういう感じでね、ちょっとお絵描きして。これもうね、基本ですかね、夜の世界の。みんなびっくりすると思うけど、こんなんはね、当たり前ですよ。あの、キャバクラとかさ、ね。もみあげをね、もみあげを今切ってる。いや、ハゲてるとか、もうさ、時間がないんだよね、マジでね。もういい加減にしてくれる、ほんと。もうね、17時半に出れば大丈夫か。まだ大丈夫。チュルちゃんのメイクを参考に、チュルちゃんが私を真似してんだよ。知らなかったね。チュルちゃん昔から私のリスナーが私のメイク真似してんだよ。ね、料理もメイクもね、私発信ですよ、チュルちゃんね。参考にしてるっていうか、ストレートで行く？デコにね、チャイナじゃないんだよ。ね、ネパールとか、あらいそらりろらとか言ってね、いろでキューキューとか言ってね。違うな、これ。麦わらのレイクが歌ってんのね、お風呂場ね。ワンチャンピオン、ワンマン、ロンドン、ワンナクリスマスとか言って歌ってさ。ね。今歌ってたよな。すっぴんね。アムロナミエですか？それか、ベイベー、悲しまないで。そこに縛り付け入れないでよ。ちゃちゃーんってね。中島美香に見えました？伸びた影を腹に並べ。弓闇の中を君と歩いてる。ちょっとね、声が出ない。はよしてってたね。キャリーちゃん。キャリーね。昨日さ、あの、お弁当買ったの。キャリーが、そう、面白い。みたいな。キャリーちゃん。ちょっと待って。ブナメズちゃん、ブナメズちゃん。ブリ、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 みんなとこ、リスナーさんと一緒に話してて、ブリ、なんか悪いなって、ごめんなさい。みたいな。ちょっと見たいな、フロリダでさ、コストコは半額になってて、ニューヨークではすごいスペシャル。モノマネシリーズはいいよ、みなみちゃん。あ、これ、みなみ、夢テーマで書いて、リスナーさんとかに可愛いとか言われて、ちょっとすいません。誰か抱くの今日？そうね、酔っ払っちゃったらわかんないかな。ごめんね、ケンジ君。酔っ払っちまったの、私、暴走するときある。あのね、結構お持ち帰りされちゃうんだよね、私。足がおぼつかなくなっちゃうから。危ないんだよ。ベロベロに酔っ払うと、私ね、足歩けなくなっちゃうんで。そう、歩けなくなっちゃうんで、結構ね、パッと気づいたらホテルとかにいたりとかするんで、酔っ払ってる時ってね。やば
いてるね。愛子ちゃん01、陽文、私、ひでママ、よぎママなってるね。超警察だなってね。で行ったんだよ。東京だしね。暴力振るいましたっつってね。そうそう、警察突き出したんだよね。それで大喧嘩になってね。その後なあれよ。納得がいかないで乗り込んできたんだよね。そうそう。私にベロンベロンでたら、ね、リスナー同士もね大喧嘩になっちゃって、あれよく見て笑えるんだ、小峠がね、お前モンジョリがいつも昼間甘やかすからどうだろうみたいな。でもぶっちゃけあれだもんね、投げたもんね、投げてチーネーともんね、うん、ここね携帯かなんか投げてね、iPhone で。違うね、私の横だと、私横にいたから分かるんだけど、奈々ちゃんに01がご祝儀って1枚渡そうと思って 横から取ったのありがとうって思ってた。それが掘ったの。なんで私のお金を渡そうとしたんだっけ、うん、取ったのにありがとうって。ゼロワンって奈々ちゃんがすごいことお前にやったわけじゃねえって、返さないんだよ。でもういいからってね、もういいじゃんとかね、よくないとかね、そこから掘ったよ。私リストを印刷してくれればよかった、何が誰か分かんなくなっちゃうの本当に。あれかっこいいじゃん、そのスーツみたいの。いや痩せたから着れるようなんて。痩せたね。どうも、はじめまして。めっちゃ痩せた。あー久しぶり。めちゃくちゃ痩せたね。どうしたらいいかな。行きましょう、こっちから行けるのかな。また